はい、こんにちは、総合監督と申します。イフトボールイコールチャンピオンズカッツ。今日もこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。さあ、今回ですけれどもね、ゴールを貫く先行レギュラーシリーズに期間限定カード、ストライカーズ、2020-23が登場したということで、早速ね、今回ね、このガチャ、まあ、いつも通り2回引いていこうと思うんですけれども、まずね、内容を見ていきたいと思います。まあ予想ではガーディアン来るかなと思ったんですけれども、まあまあまさかまさかのね、ストライカーだったということでね。はい。こちらですね。まあ今回目玉は、レバンドフスキーでしょうか。で、イブラ様がね、初降臨ということで、ここはちょっとね、かなり興味ありですね。で、セレクトスキル持ちが4体。オシムヘン、ラウタロー、そして、ディバラにラッシュポードですね。メッシとかね、もう登場しないですね。はい。じゃあちょっとね、見ていきます。レバンドフスキー、ゴールデンストライカー、異次元シュート、ジャンピングボレーシュートと、まあ、かなりね、シュートの要素、持ってますね。もうこれは多分ね、前線置いとったら強いだろうなっていう感じはしますよね。なんかポストプレイヤーとかないっすもんね。で、デルマルケってね、これもでもいいな、ピンポイントシューター。絶対ゴール量産してくれそうやん、このレバーはね。で、ズラタン・イブラヒモビッチですね。これもまた強い。ゴールデンストライカー、タワーヘッダー、バイシクルシュート、ライジングシュートね。でもやっぱりレバーの方が強そうですね、今回ね。まあ、それでもイブラ様はやっぱ欲しいかな。で、オシウム編、ついに、セレクトスキルつきましたね。まあ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 、こっからね、ナポリにいる間は、セレクト、常連になってくるんじゃないかなと思います。まあ、次回の普通のね、ガチャの方でもね、搭載されそうですね、これね、セレクト持ちで。ただ、遺跡の噂がね、やはりちらほらありますから、ここはちょっとね、微妙なところですね。で、ラウタロ・マルティネス。まあ、ここはでもイタリアから多分ねえやろな。ってところで、まあまあ、ドラップシュート、ルーレット。ラウタロも初めてかな。なんか、見たことない気がしますね。でもなんか、そそられんな、ラウタロに関しては。で、ディバラね。ここも、初めてかな。なんか初めての気しかせえへんねんけど。で、ラッシュフォード。ラッシュフォードは1回ぐらいなってるような気もするけどな。で、ジェズスはついてないと。この前なんか、何やったかな。ニューナンターかな、何やったかな。お正月に来てたやつで、まあ、セレクトついてましたよね。で、クバルツヘリでね、ここもついてないっていうことで、ああ、なるほどな。そしてトーマス・ミュラー、なるほど、なるほど。そして、まあ、この持ってる選手、このストライカー選手は、トレーニングキャンプの、次回のトレーニングキャンプの特攻カードということで、まあ、トレキャンのやつはあんまり必要ないかなって気がしますけどね。なので、あんまり追いません。僕、あんまりストライカーはそこまでね、でも強い人はストライカーが前線にいるなっていうね、イメージですね。はいはいはい。そしてこの期間限定カード5月15日の、3時までということでね。5月15ということはあと14日、2週間ぐらいあるのか、結構長いですね。まあ普通か。OK。ということで、まあ結局やっぱナショナルのイタリアは更新されてませんでしたね。で、皆さん忘れずにね、毎日引いていただきたいのが、この無料の感謝祭の、11連ガチャですね。まあ僕もこれはね、引きたいと思います。ちなみにどんなガチャなのか。普通になんか星4選手以上のカードが最終は確定出ると、まあ星4いっぱい行きそうな気するけど、まあとりあえず引いとこうと思います。行きましょう。さあ、おーおーおおおお、キーホットやで。やばいぞやばいぞ。いきなり来たのか、まさか。これででも来たらもうストライカー引かんでいいよな。でも誰か欲しいな、セレクト欲しいよな。惜しむへん欲しいかな。あ、来た、シャビシモンズ。シャビシモンズはめっちゃ嬉しいですね。普通にシャビシモンズはもう行ってて、将来的にね、まあ、オランダ代表やからね、ほぼ出てくるんちゃうかなって感じやけどね。ただあのシャミシモンズのポジションはいい選手いっぱい出てきたりして、なんか当たり外れ多いですよね。結構いい選手だって言われててもなかなかね難しいところあります。さあ、来たのはメレットですね。 OK。 さっきよ、さらにここが107か、微妙や。うわー、メニャンか、メニャンな。昔セレクトついとったよな、ちょっと前。去年ぐらいかな。まあでもちょっと嬉しいですね、このメニャンに関しては。スタミナタイプか。結構貴重です。OK。ということで、とりあえずね、まあ、無料なんでね、当たりなんちゃいましたね。はい、では次いきます。ストライカーズ。例年通りですね、まあいつも通り1回目、は確定じゃないと。2回目がピックアップの星5選手を確定。まあこれ聞いていきましょうか。はい。ストライカーね、なんかでもストライカー系の選手に関しては、まあ、前線の選手に関してはなんか結構いい引きはしてるなという気はするんですけどね。まあ、まず1回目は赤旗、せめて星5は引いておきたい。 OK ということで、まあ、これでとりあえずストライカー1人ぐらい当たるでしょう。見ていきましょう。何やねん、2人連続できる。そうよね、やっぱこういう11点がないと星3選手めちゃめちゃ当たるよな。おお、向こう向こうは置いとこう。
ここはいい。ソクラテス、パパス、ソプロスは、スースです。で、わからん、ここは。で、星4。おー、ベロッティ。そして11連目。さあ、どうだ？ここよ。あ、でも伸び悪いな。ストライカーでもないと。シック。あ、微妙や。うろ。これ誰？あ、クロスターマンか。懐かしいな。懐かしいけど。はい、では、行きたいと思います。2回目、ストライカーズ。行こう。ここで引こう。さあ、金旗待ってくれたら嬉しいんやけど、赤か。オッケーオッケー。ストライカーは赤です。さあ。いやー、まあ、でもこれでね、たくさん引くのはちょっとね、やっぱり良くないからね。うん。なんか今の選手めっちゃよく出んな。覚えといて。あー、ウィリアムズね。そして、ジョアン・マリオ。ジョアン・マリオって今回なんか選ばれてなかったこのストライカーズ。なんかそんなのツイッターで見たね。9連目。そして、10連目も星5か。星4か。うん。星5最後。さあ、上がり幅は結構上がってないか。ダメだこれ。誰やねん。うわ、微妙。エンケティア。エディ・エンケティア。エンケティア微妙やな。どうなんやろな。アーセナルやからな。ワンチャンあるかもしれんけど。来年な。期待できるかもしれんけど、来年のレギュラーでもな、なんかもうカオスな感じしかせへんね。イタリアセリアの選手ばっかりみたいなね。なんかそんな気がするんですけどね。OK! ということでガチャ引き終えました。いやー、なんだろうな、なんかあんまり微妙やったなっていう感じしかしないですね。まあ、これがストライカーが。はい。ナショナルのストライカーの、まあナショナルシリーズの方が僕は好きなんでね。できたらナショナルのやつ引きたいですね。はい。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。